今回紹介するのは奥飛騨温泉郷にある平湯温泉の平湯の森と平湯の湯です。車中泊にはぴったりの体の芯まで温めてくれる温泉です。平湯で車中泊するときにいつも利用しています。 This time, we will introduce 平湯温泉、平湯の森、and 平湯フォークミュージアム、平湯の湯 in 奥飛騨温泉郷。広大な森の中に一つ二つと浮かんでいるような露天風呂は女湯9、男湯7、その他にも吹き抜けのレトロな大浴場や趣向を凝らした貸し切り風呂など、奥飛騨温泉郷の中でも類を見ないたくさんの湯船が自慢の平湯の森。平湯では珍しい白濁りの硫黄泉、広大な敷地の中でいろんな種類の露天風呂があり、源泉かけ流しですごく温まります。露天風呂以外にも湯治場的な内風呂やサウナ、水風呂などがあり、時間を忘れるくらいに楽しめる温泉天国です。There are various types of open-air baths in the vast site, and there are hot spring baths, saunas, and cold water baths, and it is a hot spring paradise that you can enjoy so much that you forget the time.夜に入る白濁りの硫黄泉は少し神秘的です。硫黄の香りを楽しみながらのんびりできる露天風呂は最高です。The open air bath, where you can relax while enjoying the scent of sulfur, is the best.平湯の湯は平湯温泉の中でも野性味あふれる温泉です。
熱々の湯でもちろん源泉かけ流し、車中泊するときには必ず入る温泉です。茶褐色に濁るお湯は少し鉄分の香りがして体の芯まで温めてくれます。平湯温泉に来たら、平湯の森で白濁りの湯に入り、平湯の湯で茶褐色の湯で体の芯まで温まってくださいね。どちらも車中泊する前に入るとほかほかになりますよ。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching until the end.